今ない〇〇を妄想する M8 招待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 二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、隊長、はい、不安パトロールに出たわけじゃないんですけど、うんうんうん、不安パトロールから帰ってきました、はい、というのはなんかその前なんかその、うん、結婚しないんじゃないみたいな動画を上げたじゃないですか。あれを上げてから、うんうん、なんかそのなんでその人口が減ってます、結婚する人が減ってます、うんうん、どんな人女性が求めてるのかなと思って、うんうん、その普通何気なく普通の人って入れてみたんですね、うんうん、そしたらその普通女性が言う普通の男性で挙げているのがですね、うんうん、この年収500万以上、うんうん、大卒、うん、身長170センチ以上、うん、正社員、うん、長男以外、うん、清潔感がある、うん、常識やマナーがきちんとしている、うん、ピーってとあってですねあの結構これが、はい、このスペックが高くて、うんうん、僕これ当てはまらないんです、うん、もう普通から外れてしまったんですよ、うん、女性が言う、うんうん、普通の男性です、うん、普通の男性ですっていう、まあ、普通じゃないですよねっていうところですよね。あ、言い方かっこいいですけど、うん、もう君らはストライクゾーンじゃないよって言われてるんですね、うんうんうん、この年収500万円以上って、はい、今平均年収400万ぐらいじゃないですか。400何十万とかじゃないですか、はい、そうしたら多分大半の人が外れてる。でも女性が言うストライクはここな、うんうん、ここですと。これ多分ど真ん中なんですよね。ど真ん中ですね、うん、で言われた人がどうやって、うん、もしか僕はね、まあ、今、うん、僕は運よく結婚できましたけども、うんうん、もし僕が今結婚してなかったら、うんうん、これからどうやって戦っていくんだろうっていうのを思って、うんうんうん、今日はその、はい、どうやってこの婚活をね、うんうん、していけばいいんだろうっていうのを考えたいと思います、うんうん。まあ、僕これ見てこれを気にするなですよね、はい、まずこんなものは気にするな。でも気にするなって言われても、うん、まあ気にするのが僕ですよ、うん、まあ、僕はこれだったので、うん、これはやばい。何か僕もね、まあ、大卒正社員かっていうと僕正社員、まあ、見方によっては社長ですけどもそうそう、まあ、見方によっては、ね、見方によっては別に安定は自分次第なので、はいはい、別に一般的な正社員を求めるというのは安定を求めてるわけじゃないですか。そうですね、うん、もう定年まで。で安定をって言われると、うん、僕正社員ですけど、うん、安定ってとかつくと、うん、んどうなるか来年分かんないぞみたいな。分かんない、はい、まあでも今20年後にある会社は 5% とかそんな感じですよね。まあもう3年とかです。3年とかでも、うん、もう何パーセントしかないみたいな、うん、そう今会社を起こして5年後に生き残ってる会社は5% とか、ね、あ、そのぐらいです、はい、で20年間生き残ってるのは多分 1% とかなんですか。よりダイエとかも潰れてますからね、うん、だから大企業であっても、はい、20年後30年後はどうなってるか分かんないっていう時代なので、はい、そう正社員っていうことに対して安心はできないかなっていう時代ではありますよね、はい、で、うん、不安になったので、うん、動画を見てみたんです、うんうん、動画で何か掴まなきゃと、うんうん、で婚活って入れると、まあ、いろんな人が婚活のアドバイスをくれてるんですよ、うんうんうん、またそれを見てね、ま、ちょっと反応イライラってするんですよね。それは何に対してイライラするのか。まず言っている人が、うんまあ、ちょっと上から目線っていうのがちょっと気になるんですけど、その上から目線どう上から目線、あ、お前のそういうとこはダメなんだよ。あ、そう、やっぱダメって言われるのは、うんうん、やっぱイラッとしたんですよ。そうなんですよね、これじゃない。で僕でもそのダメっていう気持ちも分かったりするんで、まあ、であとはそのなんかそのなんていうんだろう、女性はなんかその、うん、っていう一般論を上から言ってくるのがダメで、またなんかたまたま僕が見た、うん動画が、うん、なんかそのある男性が、うん、その結婚相談所にいる、うん、その恋愛アドバイザーみたいな男性に、うん、なんか1万何千円払って話を聞きに行くみたいな、うん、でその普通の話を、うん、それ聞いて1万6千円で、うん、
っていう、僕その聞きに行った人にも反応してしまって、うんうん、いやその1万6千払うならね、うん、美容院行ってかっこよくしてくださいの方がいいよって、うん、まあそう。で僕は今ちょっとアドバイスっぽいものをしてるんですけど、うん、これをなんか上から目線って言われるとこれはまた違う違う、僕は違う、そういうつもりはないんだよって思うんですけど、でもこの例えば今そうやって上から目線だって言われてるのはそこにこうグサッて刺さるからそう思うんですよね。ああなるほど、うん、で例えば今そうやって結婚コンサルみたいな人に1万円とかお金を払ってる人が見たら、はい、なんだこいつって上から目線でみたいな、なるほどっていう風に捉えられるとは思うんですよ。でもこの1万円美容院に行って、うんうん、髪の毛茶色とかにして、うん、なんか僕前も話したんですけど、うん、健康奉仕の言葉でね、うん、また健康奉仕とか言うとまたちょっと上からっぽいです要はなんかその、うん、嘘でもいいと、うん、あのモテっぽく振る舞えば、うん、あとは言わないと、うん、自分の過去のこと言わない、うん、モテなかったとか、モテなかったこととか、うんうん、でモテっぽい振る舞いをすれば、うん、もうそれでいいんじゃない、うん、っていう話をした時に、うん、なんか隊長が急に孫子を言い出したんですよ、うん、孫子の兵法ですと。孫子の兵法なんですよ、恋愛勝ち抜くには孫子ですよ。で僕はちょっと気が狂ったって思ったんですけども、うん、ちょっと話を聞いてみると、うんまあ、本当そうなんですよ、ね、そうなのでこう兵は軌道なりじゃないですか。兵は軌道なり、うん、こう戦争っていうのは心理戦だって。あ、なるほど。軍と軍のぶつかり合いじゃない。ぶつかり合いじゃない。ただこう兵力と兵力がぶつかってるだけじゃなくて心理戦だ。なので孫子的にいくと、はい、心理戦だから頭を使いなんです。上から言ってないですよ。上から言ってない。言ってない。うん。まあ勝ち抜く方法みたいなところですよね。はい。要はこう孫子の兵法って、はい、戦いのノウハウみたいな感じで。よくなんか兵はこうやって動かすと勝てるみたいなイメージもありますけど。そうそう、イメージがあるけど。実際そうじゃなくて人間関係の話なんだよね。人間をどう動かすかとかどう取り入るかとか、なるほど、どうやっていくとこの世の中はうまく動くのかみたいな、はいはい、なのでこうビジネスとしても使えるよみたいな話なので、はい、これはもうそのまま恋愛にも置き換えることができるんじゃないかっていう仮説ですよ。なるほど。要はいかに自分を強く見せるか、うんうん、強く見せるかっていうのもあるし、仲間に取り入るか、相手を仲間に取り、調略なんて相手を落とす話じゃないですか。はい、秀吉が得意だったと言われる。そうそうそう。なのでこうどうやって相手との信頼関係を築くかみたいな話ですよね。うん、なのでこういきなり告白なんかするなって話なんですよ。損失的にいくと相手をいきなりナンパなんてするなと。そう、まあ、ナンパはナンパでまたあるかもしれないですけど、はいはい、いきなりこうターで、あの子が好きだみたいな感じになったら、あなるほど、そう、なるほど、いきなり告白しても確率は低い。知らない時に、ね、知らない時に、あなるほど、例えばこう同じ学校でなんか気に入ってる違うクラスのあの子をすごく可愛いなと思って気に入ってる、はい、である日突然こう付き合ってくださいって言っても、あなんかよく学校とかで見るようなこう風景もありますし、そうそう、職場とかでもありそうですよね。でそれでうまくいくのはイケメンだけですよ。あ、スペックで勝てる人。スペックで勝てる人。スペックで勝てる人。うん、だからまあスペックで勝てる人はまあそれの方法もありだとは思うんですよね。なるほど。うん。だからサッカー部のキャプテンでスポーツ運動神経抜群でみたいな。頭も良くて。頭も良くてでこう女の子にキャーキャー言われてるような人であれば、あの子が気に入ったで、ある日突然こう告白するしてもうまくいく確率は高いかもしれないけど。僕だから今日の話としてはね、うん、あのなんか婚活パーティーとかあるじゃないですか。うんうんうん、あれに僕みたいな、うん、いや普通じゃない人、ストライクゾーンじゃない人が行っても、うん、無駄だよ、うん、コスパ悪いよ、うん、なんであの婚活パーティーコスパ悪いって言おうとしたんですけども、うん、いやそういうむしろスペックのいい人にとっては、うん、婚活パーティーはコスパがめちゃめちゃいいんですね。そうスペックいい人にとってみたらこうよりどりみどりだから全然バーンと来る5人の中から一番いいどれにしようかなぜっていうのができるので、逆に効率いいですよね。一人一人当たらなくてもいい。なるほど。そうランチェスターでいくと大企業ですよ。大企業のトヨタです。トヨタの戦略みたいな全車両全部出しますってなるほど。そうだけど、まあ、それを持ってないんであれば
ランチェスターでいくと JAXA の戦略ですよね。三菱とそう RV だけとかそうもうここをピンポイントで狙っていく、はい、だからそうしていくといきなり告白するんじゃなくて相手の好みを調べてみたいな相手がどんな人なのか調べてでその人話を聞けってことですね話を聞くとか調べるとか友達とかでそ外側から外側からでいきなりこう話しかけても引かれると思うから、はい、まずはその仲のいい友達と仲良くなるとかねあすごい遠くから攻めてますね遠くから攻めてってでこう意識されることなく仲良くなるで仲良くなってこう信頼を勝ち得ればこう告白した時の確率は上がるっていうなんか出会い、うん、出会いはいりますよね出会いはいりますよだってやっぱりそのアクションが必要ですねどこかに行くなのでまあそれは好きな人を狙う作戦じゃないですか、はい、あの子が気に入ったあの子が好きだってなった時にその子といかに仲良くなるかっていうのはその子のことを徹底的に調べるその子の周りのことを調べてその子の周りのことも仲良くなってあの人友達にあの人いい人だよねって言わせればでもこの人たちはねもう僕も、うん、あそうだった僕は今結婚しないんだった、うん、出会いがないんですよ出会いがないのはまあなので出会いを探すっていうところもありますね出会いがないから僕もよく婚活パーティーとか何回も行ったんですけど、うんうん、それはね、うん、うまくいかないですよあんなところ、うん、なので婚活パーティーっていうのはこうスペック勝負の場所そうなんですよねでも、うんうん、そうなんですよねまあ 100% ではないと思うんですけどね、はい、中にはそうじゃない人も多分いるとは思うのでこのね、ある程度ちょっと喋れる感じ、喋、うんうん、れるので、うんうん、勝てると思って言ってたんですね、うん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 、でも一回も勝ったことないんですよ、うんうんうん、それは多分まあここに入ってないし、うん、まあ髪の毛もね、うん、ちょっと足りなかったのでなんとなくなんですけどこの仕組みとして一人が一人を選ぶ感じじゃないですか、はい、あれはそうだそうだうまくいかないマッチングするかマッチングしないと教えてもらえない、うん、はいってなるとまあ友達になってもいいかなぐらいの感じのとこから攻めていくのが多分普通はいいですよねそっちの方がそうそうそうでそうなると婚活パーティーでは本当にマッチングしやすいこう高スペックじゃないといかないどれにしようかなじゃないと多分無理ですよね、うん、でそこをたまたまあったところってなると確率上げるにはいろんな人からこうだってやっぱりコミュニティとかに入った方が、はい、その出会いまあ、出会いがないんですよっていうところに対してはいいかなって、うんうん、なんで家の中にいたらやっぱり出会いはないですよね、まあ、誰かに出会う必要は何かアクションはいりますよねやっぱり最低限のそうですよね、うん、なのでそういうアクションなので、まあ、今だと出会い系サイトとかあ、うん、っていうのも、まあ、手段の一つとしてはありかなっていうどっかのコミュニティに参加してなの僕なんか出会い系サイトっていうとなんかもういかがわしい方向でしか行かないそう今はそうじゃないんですねそうじゃないいかがわしいのも多分いっぱいあるけど、はいはい、ああいうなんか普通のペアーズとかなんか、うん、もうすみませんエニアグラムの話をちょっとだけ出すと、うんうんね、タイプ6なので、うん、そう嘘でしょってみんな嘘ついてるんでしょってっていうように思えちゃうんですよねなんか、うん、嘘ついてるというのはこう相手相手桜でしょとか。あ、桜は少ないのかなって気はしますけど、ね。あ、そうなんですね。うんうん、なるほど。まあ、ちゃんとしてるところがやってる、あ、ペアとかであれば。でも結局はそこでも多分、うん、スペック要はその、うん、お見合いと一緒だと考えると。なのでこう損失的にいくと、はい、自分の情報は隠せですよ。都合の悪いところはこう隠しちゃえばいい。あで要は、うん、で人の。その人の情報を聞く。情報を聞いて、で、まあ、要は仲良くなってから情報を出せば、まあ、受けこう例えば年収400万でも、まあ、本当にこうこの人好きだっていう状態までいけばうまくいくわけじゃないですか。そうですよね。うん、で、要はそこにもまで持っていかなきゃいけないんで、まあ、あらかじめこう不利な情報は隠しちゃえばいい。あだとやっぱり、うん。まあ、ペアーズかどっかちょっと置いといたとしても、うん、人と会って、うんうん、まあコミュニティとかで人と会って、うんうん、話をするときに、うん、自分の話を知ってもらおうとかじゃなくて、うんうん、相手の話を聞く。なるほど。で要はこう敵を知り己を知ればですね、百戦危うからず。まあ己のことは知ってますもんね。己のことは知ってる。でそれは隠す隠して
相手が何を求めているかっていうのをこうリサーチする。なるほど、まあ、会話ですよね、リサーチっていうと、はいはいはい、でこう会話しながらこの人はこういう人を求めてる、はい、で例えば安心を求めてるんだったらその安心させるような行動をすればその人の信頼を勝ち取れるわけじゃないですか。でも安心するような行動ってなかなかむず、なるほどね、うん、なのでそういうなんかこう優しい声をかけてあげるとか、はいはい、あこの人だったらちょっと安心できるなみたいな、はい、っていうところでこう距離を近づけていく。自分のことは言わない。自分のことは今まで あんまり付き合ったことがないとか、そうそう童貞ですとかっていうのは、まあ、隠しておけばいい、はいはい、でまあこう仲良くなって信頼を勝ち取ってっていうところで別に嘘さえついてなければ大丈夫。まあそう、確かに確かに、だから年収300万だけど、まあ、確かに大卒とかも別にその時ちゃんと仕事していれば別に大卒だろうが高卒だろうが別に関係ないですもんね、うんうんうん、なので嘘はいけないけど隠すのはありかなっていう。年収400万だけど800万ですとかって言っちゃうとこの人嘘ついたんだって、あ、いやいや、それは信頼がなくなりますね、信頼がなくなる可能性があるんで、はい、まあ、それはダメだけど年収とか言って言ってもあ、まあ普通とか言ってまあ普通ぐらいって普通ぐらいとか言って言っとけばまああそうなんだって勝手にどっかを想像するわけじゃないですか、はいはい、あ普通だったら500万かなとか、あそう確かにそういうお見合いとか、うんうんうん、婚活パーティー、まあ、婚活パーティーでここまで書くか分かんないですけど、うん、お見合いだと多分書きますよね、うん、こういうのお見合いだとこう例えば結婚相談所とかに登録すると、はい、所得証明書とかまで出さなきゃいけない、僕も絶対にスペックで勝てないそんなところで、そうそうそう、なのでこうよくまあ、知り合いに結婚相談所の人がいて、はい、よく話を聞くけど、はい、個人事業主とかっていう人は、はい、こう結構不利だったりするんですよね。ここに入らない、個人事業主は。ここに入らないし、年収も税金たくさん払いたくないから、はい、まあ、赤とか、そうそう、赤字で出したりするじゃないですか、はいはい、そうすると極端に低かったりとかするので、はいはい、お金は持ってるけどっていう人はこう備考欄に資産はいくらあります、預金はなるほど1000万ありますか2000万ありますかっていう補足をしないと引っかかってこないみたいな、そんなスペックも絶対勝てだと、うん、勝てると思う人は別にそっち行った方があのコスパはいいし、コスパいいし効率、ね、効率的ですよね、手っ取り早く、はい、だから、まあ、トヨタの社員でとか年収800万あってトヨタの社員で次男でみたいな、まあ、もうおめでとうございます、そうそう、おめでとうございます、そういう人は普通の人認定おめでとうございます、そういう人は結婚相談所とか申し込んじゃえば結構こうよりどりいけるんじゃないかなっていう、若い人たちの方からスッて救える、そう、要はこう競争なので、はい、みんなこういい人、同じ人が同じような性格で同じような見た目で、はい、同じようなというか同じレベルの人がいた時に、まあ、そうそうもうスペックですよね、そうそうそう、そうした時に、はい、明らかにこう年収400万の人と800万の人だったら800万じゃないですか、はいはい、でこの800万の人にはいっぱい来るんですよ、そういう人が、なるほど、うん、あともう僕からすると、うん、僕みたいな人は言っちゃダメですよそんなところ、うんうん、勝てるわけがない、うん、だってやっぱりコミュニティで、うん、コミュニティどこかコミュニティに属して、うん、話を聞いての方がよっぽどいいような気がします、うん、あと結婚相談所もそこを狙ってない人もいるっていうか、例えば年収800万の人を狙うと、はい、確率はこう50人から申請来ていて50人の中で勝ち抜いた1人じゃないですか、 あなたはそのトロフィーになりますかって、そうそう、なるほど、でそうすると活動すれば活動するほど自分の立ち位置っていうのはだんだん理解できてくる、ポジショニングができる、ポジショニングが、そうすると、あ、自分だったらやっぱり400万ぐらいかなっていうところに落ち着いたりすることもあるので、あ、マッチングとしては優秀ですね、そうそうっていうのもあるので、まあ、絶対ダメではないけど、うん、その私みたいなゲスなね、うんうん、男性がちょっとでもいい、うん、ちょっとでも優れたトロフィーが欲しいだとすると、うん、自分でコミュニティに入って、うん、孫子のように相手の話を聞く、相手の話を聞いてこう距離を近づけて、相手が欲しいって言ったものを取り入れる、うん、取り入れる、だからその好みもありますよね、趣味とかだとするともう本当にこの年収500万とか大卒とか、うん、まあ、身長隠せないですけど、うんうん、この辺はもうちょっとクローズにして、だとすると、まあ、最低限この清潔感がある、あ、まあ、そうそうそう、これだけ、うん、要はもうなんて言うんだろう、普通、まあ、
ど真ん中じゃないけど、うんうん、ストライクゾーンの低めいっぱいに入ってますよとか高めいっぱいに入ってますよの範囲なら、うんうん、自分でもこう可愛い人と普通の人がいたら可愛い人って選ぶじゃないですか。誰、まあ、言われ、聞かれればね。言われれば聞かれれば、はい、でそれがこういうのとこだとは思うんですよ、ね、なるほど。だけどこの人と付き合えるかな付き合えないかなっていうレベルがあってそこを超えればまあいいわけじゃないですか。ああそう、ここストライクゾーンに入っていればっていう話ですね。ど真ん中聞かれると、うん、それは綾瀬はるかですって言うけ ど, 言うけど別に高めいっぱいのとこでもいいんでしょって話ですもんね。だから年収500万とかっていうのも多分結構真ん中辺を狙った、うん、こういったところはど真ん中ですよねきっと。じゃあこれは僕みたいに気にしなくていい、うん、気にしなくていい。であ清潔感だけ気にしろ。そう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 。だからここのストライクゾーンになんとか入ればいいんですよ。ああ、うん、あなるほど。でなんとか入ってそこから距離を近づけていくっていう孫子の兵法で、孫子の兵法で、でそうするとやっぱり対人なのでこう周りからいきなりこう告白するんじゃなくて、はいはい、こう周りからこう あの人いい人仲のいい人た上で、そうそうそう知った上でニーズを叶える、うん、叶えて、はい、でもうこれはいけるっていうところで告白ですよ。なるほど。そうでそこでこう風林火山ですよちょっとおかしいですよね早くこと風のことですよ侵略すること火のことし、はい、もういけるって思ったらもうそこでこうはもうもじもじしたりせずにもう行きましょうって話ですよね。体調もどちらかというとその、うん、よく引っ込み思案だと、引っ込み思案どちらかというとどちらかというとっていうおっしゃるんですけど、うんうん、体調でも180とかあるからな。あしんでも身長ってそんなにだからシュッとしてるじゃないですか。第一印象髪の毛あるし的にはいいかもしれないですけど、はい、なんで自分から行ったりします。自分からもだから僕はどっちかというと孫子の兵法的な感じですよ。待つ待つっていうか、はい、気に入られるように行動していく。ああなるほど、うん、なのでこの子と付き合いたいと思ったらこの子に気に入られるような行動をとって仲良くなりつつ、まあ孫子を意識してたわけじゃないですけどね。でも僕、うんうんはど、うん、今までやってきたのは、うん、僕はあの頭悪いので、うん、よくあのキングダムでもね、うんうん、あの本能型か、うん、知略かの戦いがって、うんうん、王騎が言うじゃないですか、うんうん、僕はどっちかというとあの本能で、うん、なんかもうその場に行って、うん、傷つきながら、うん、だから結構僕はあの告白とかするんですね。あされたことがないんですよ。なので僕もでもそんなに告白をされたことは あるのはありますけど、なので僕は思うのは、うん、そのもしか僕が今、うん、してません結婚してません、うんうんうん、だったら、うん、どこかコミュニティに人がいるところに行かないとやっぱり出会いはないので、うんうん、ストライクゾーンも入りようがないじゃないですか、うんうん、なのでそういうところにコミュニティとか人がいる、まあ、出会いの場に行って、はい、行ってその場で、まあ、目立ってない目立てるわけがないので、うんうん、ただまあ話はしてくれますよね、うんうん、そのだからうちはコワーキングスペースじゃないですか、はい、でコワーキングスペースに来る人たちっていうのは別に恋愛目的じゃないですよね。そうです。恋愛目的じゃないけど、はい、生まれるかもしれませんよね。生まれるかもしれないしこう一緒にいて一緒に話してれば、はい、だんだん仲良くはなるじゃないですか。そう、うん、だから僕も思ったのは、うんまあ、コワーキングスペースもそうですし、うんうん、その自分が好きなところ、うんうんに行けばいいじゃんっていうのは。そうそう。だからなんか趣味がある人、まあ、アニメが好きな人だったらアニメのコミュニティとか行ったら絶対ありますよね。そう。そしたら女の子もいるわけじゃないですか、はい、でそこでこうその子たちが求めてるようなものとかを、はい、だから自分の趣味と合わさってたりするので、はい、狙いやすいかなっていうのあるんですよね。だから最低限ここですね、うん、清潔感。清潔感。そう。だから不潔な人はやっぱりね、まあそうですよね、まあ女性でも僕でもこう不潔な感じの人はちょっと抵抗あるじゃないですか、はいはいはい、なので清潔感だけは整えて。なんで僕も言いたいのは本当にそんな結婚セミナーとかに行かずに美容院、うんうん、美容院僕はもう行けないんですけど、うん、まあ茶髪はあれですけどね。茶髪、まあ、ある人がある人がやってたのはモテない人が、うん、まあ、自覚して、うんうん変わろうと思ったって言って金髪に、うんまあ、茶髪にして、うん、で服もちょっとあの整えて、うんうん、でなんかタピオカ飲んでる写真が載ってたんですけど、うんうん、そのやっぱ前と後を比べると、うんうん、もう全然これ普通なんですね、うん、で確かにこの前変身前は、うん、あこれは
もしくは僕は男性だったら、うん、どうアドバイスしようみたいなとこだったんですけど、女性なんですね、それは。あ、男性です。茶髪にして、茶髪にして食べよう、男性です。あ、男性です。要はなんかモテない君がいかにモテようとするかっていうした時に、まあ見た目を変えようと思って、うん、そのなんかガリ勉風の感じから、うん、そのちょっと髪の毛茶色に染めて、うんうん、服も、まあ、ある程度整えて、うん、なんかタピオカ飲んでる写真があったんですけど、うん、そうするともう急に今風の子になったんですね、うんうんうん、そうすると、うん、もうなんか今まで自分がモテてなかったとかを隠しておけば、うんうん、もう多分女性と普通に接することができると思うんです、ね、急にもうストライクゾーンにボンって入ってきたんですよ。わ、まあ、かんないですけどね、この引っ込み思案的な感じだったら、はい、僕は別にそんな見た目が自信がないからっていうことは今まで思ったことない、はい、けどこう初対面の人と話をするのは苦手みたいな。ただ、うん、今話をしてたのはストライクゾーンには入りましょうじゃないですか、うんうんうん、なのでそのストライクゾーン入ってないところから、うんうん、ただ簡単にその1万ちょっと払うなら、うんうん、その見た目をちょっと変えるだけ、うん、別に茶色を染めなくていいんですけど、うん、まあ、美容院でちょっと美容院でおしゃれにしてくださいって。あ、そうそうそう、そのレベルにすれば多分入れるんじゃない。あとはもう損失で黙っとく、うん、自分のことは黙って話を聞く、うん、話を、そう、だから相手のことを知る必要が、はい、知ることが一番大切っていう、で聞く前に清潔感を整えましょう、うんうん、っていう。で、まあ、1万払うのははなんか自分のこうモチベーション上げるみたいなところもあったりするんで、セミナーの、そう、否定しない。あのコンサルとかも結局ノウハウなんていうのはネット調べればいくらでもあるって、はいはい、だけど行動できないのはこうそれでいいのかどうかっていうのが自信がないので、こうお尻を叩いてほしいみたいな。なるほど。いや、僕の中ではなんかその仲間がね、うん、搾取されてると思って、うん、まあ、1万円ですよ。1万円ですよ。美容院行けますよ、そんな。美容院、風俗行けますよ、そんな。風俗は無駄ですよ。いや、やめときましょう、これは。だから、そこで自信をつけられるんだったら、はい、別に1万払ったらいいんですよ。なるほど。1万払って、まあ、美容院も1万払ったらいいんですよ。なるほど。いや、僕はもうなんか仲間がね、うん、この仲間たちが、うん、そんなしょうもない話って1万6000円も払ってると思って、そこをそうやって言うと言ってる人たちのこいつ上から目線で、あ、なるほどってなるんで、僕はいや仲間、もう仲間ですよ。だから敵はコンサルの中恋愛アドバイザーですって言ってるやつらですよ、うん、って今僕は思ってます。僕友達に恋愛、友達とか知り合いに恋愛コンサル。なるほど。じゃあやめときましょう。いや、まあいいですよね。ただその自信がないのを自信つけさせてあげるみたいなことがこうメインで、だからこう人を教育するの面白いですよって言ってるんで、ちょっと僕としてはなんかキングダムの神のように、もう戦いに来いと、戦いに行く勇気がないんですよ。戦いに行こうぜって、戦いに行く勇気をその人に尻叩いてもらってるって話です。なるほど、うん、それもありなんだと、うん、なんかそれもそれはそれでありだし、それにそういうところにお金払ってためになったと思えばそれでいいし、ためにならないと思ったらもうやめたらいいし。すみません、僕はちょっとどうしても反応が出てしまうので、なので、まあいいんですよ、それはそれで。なるほど、うん、でもその損失の併法だけじゃないにしても、まあいろいろそういうなんかコミュニケーションとか、まあ、まあマーケティングとか、うん、全部その戦争とつながって、そう、まあ、まあ、だから損失の併法を見てこれだと思ったのは結構こう当てはまるなって。なるほど、うん、これはあの研究に値するなと思いましてですね、うん、またちょっとあのいろんな孫子、はい、マキャベリー、うん、ナポレオン、うん、ちょっとなんか恋愛に結びつけてですね、恋愛、そう、使える婚活恋愛に結びつけて、まあ、多分ね、戦争もこう人と人とのって話、そうですね、はいはいはい、なので多分使えるんだろうなっていう、ちょっとまた、はい、新しい方向が見えたような気がします、はい、いかがでしたでしょうか、この婚活のワードで、うん、損失、僕は結構このこれは当てにならずに清潔感だけだよっていうのは、うんうん、なんかちょっとまといてる。あ、そう、なんか理想って聞かれたら絶対こういう風にはなると思うんですよ、まあ、私も多分言いますよね、アイスはるかですって、アイスはるかですか、可愛くておっぱい大きくてとかって言いますよね、優しくてみたいなこと言うじゃないですか、はいはい、それがこれ、はい、
言うわ、僕も言ってる。なのであんまり気にする必要はないっていう。でも確かにこれ、うん、これ重要。そうそう、はい、なのでこのストライクゾーンに入ることをまず、はいはい、で入るためにはどうしたらいいかっていうのを考えましょう、はい、うん、なのでまあ手っ取り早いのは美容院行ってこうおしゃれにしてください。でもストライクゾーンパンって入ってきますよね。パンって入ってくって、服屋さん行っておしゃれにしてください、はい、あ、もう急に結構真ん中に来ると思うんですよね。それで それだけでこうそこそこすっごいイケメンじゃなくてもイケメン風にはなれる、はいはいはい、っていうところはあるので、はい、あとそこからはもうそこからはだから戦略、戦略です。話を聞くって話ですもんね。そう、相手の話を聞いて距離を近づけてるっていうのは使えるかなと思います。ちょっとあの孫子の勉強も、うん、孫子いろいろ読んではいたんですけどね、うん、そうそう僕も読んではいたんですけど役立ったことはなかったんですよ。でもそういう自分の身近なところに例えるとあ言わないっていうのは、うんうん、僕結構言っちゃうんですよね。喋、うん、りたいになってくるので、ね、給料低くてさーって言うすごい言うで言わない方がいいっていう、うん、それですね。で、まあ、嘘は信頼環境を崩すんで良くないけど、はいはい、言わないというのは別に嘘じゃないですよね。嘘じゃない、はい、こうあまあ普通って言っとけば、はい、普通の価値観は人それぞれなんで、はいはい、なるほどなるほど、うん、僕にとってはそれは普通平均とは言ってませんもんね。そう普通ぐらいだよって、うん、食ってはいけるって話で、うん、だって同僚と同じぐらいじゃないですか。同僚の中でその中では普通ってなるほどそう そんな感じでそんな感じでこうもやっと別に全部話せなくてもいいかなとは思いますね。そうですね、はい、まず相手を知ることでございます。相手の喜ぶことをすれば気に入られる。いかがでしたでしょう、はい、ミッション婚活のミッションクリアを目指してまたこんな動画を、はい、孫子のなんかの言葉とかまた持ってきて、はい、紹介したりしたいと思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。